はい、こんばんは、松根です。ということで、もうあさってになっちゃいましたね。12月29日、大山ニュートンにて開催、4x、ホックスの 4-on-4 大会ですね、ストリートファイター2X の旧キャラ2体の新キャラ1体、四天王キャラ1体という、まあ、特殊ルールのね、まあ、今回ね、とうとう、そのホックスも事前エントリーで、なんと100人超え。前回よりも明らかに多いですね。ので、きっちり、しっかり終わらせられればなと思ってますので、よろしくお願いします。で、ルールはね、一応、ダブルイルミになってるので、敗者復活ありです。ということなので、今回は、ブロックごとに、1位抜け、2位抜け、サクサク決めていきたいと思いますので、D ブロックになった方は、ちょっと出番が遅いかもしれないので、ね、よろしくお願いします。で、今、パンと書いてあります。と、まあ、便宜上ね、スペード、1から6の B ブロックがダイヤの、1から6。で、下、ここ、一番下ですね。当日枠になってます。で、C ブロックも1、2、3、4、5、6。で、D ブロックも下が当日枠となってます。で、6枠ですね。で、まあ、例によってね、遠征枠。今回は、大阪と、新潟と、あと、ワニさんはどこになるんだあれは。浜松か。で、TFO、シンガポール。と、あとは、仮面人さんは、滋賀だっけな？うん。というところで、今回ね、大阪が被ってるのが KKY と、ハジさん。なので、しょっぱなに、そこが同じブロックにならないように、ハジさんの含まれてるナンバー12、ガムシャルジャパン、トーコンチュンリー、ラウール、リュウ、ハジ、DJ、メルケ、ベガ、強いですね。ここと、中華そば、イズル、イノマー、ホーク、シロー、リュウ、マッツンケン、KKY、バイソン。ここ本当は、タイラ、ベガでした。なんだけどね、平君が2人目、おめえだが近いというところで、さすがにね、というところであったんで、じゃあ、どうしようかなというふうに思ったら、友達いない KKY を拾いました。で、しょっぱな KKY もね、KKY のくせに一応前に、いや、さすがに戦力大幅、じゃあ、ダルシムじゃん、大して変わんねえよっていうのをみんなに言って、大して変わんないと。そう、大して変わんねえよということで、無理やり、仲間無理やり、バイソンにしました。まあ、全然知らない人間とね、組むよりはいいんじゃないかなというところで。まあ、白石くんは、そう、僕が KKY と話してた最中に、横から、吉尾の下がっとるよくねえすかみたいな感じのこと言ってたんだけど、いや、いいじゃん、KKY で。ね、まあ、白石くんは厳しいなと思うような一見でしたね。じゃあ、とりあえず一番最初、じゃあ、このガムシャラ、この遠征枠はね、先に引かしていただく。先に引くっていうね、まあ、ある意味得点ですよね。があるがゆえに、シード枠には絶対当てはめません。必ず1回戦、あるところ。まあ、ここだね。の、スペードの3枠だったりとか、クラブの3枠。で、ハートも、ダイヤも、それぞれ。1回戦があるところに必ず入るようになってます。ので、でね、一応ね、例えば、しょっぱなガムシャラジャパン、エントリーナンバー12、若いガムシャラジャパンがダイヤの3引いてしまったとして、で、中華そばいずれが土地狂ってダイヤの1引いた時には引き直しです。さすがにセルテープさん、それは。あ、そうですね。ということで、じゃあガムシャラジャパン、まず、どこに入りますかね。じゃあセルテープさん。セルテープさんが、すべての責任を負います。すべての責任を負います。すべての責任を負います。すべての責任を、この男。セロテープさんが背負ってくれます。いいか、早く引けって。時間ねえんだ。はい。ハートの1番。ここですね。D ブロック、ガムシャラジャパン、一番最初に来たら出番超遅いんだけど。はい、ここです。ここになりました。ということで、ハートの3番はもうなくしちゃってください、9時から。ハートの3番。じゃあ、中華そば、いずれはどこになるのかな。はい、9時引いてくださいの。お前、シャロ分かってんだろうな。はい。じゃあ、俺の子だよ。まあ、確かね、今の子ね。はい。はい、クラブ。じゃあ、結構出番遅いな。クラブの3番。はい、ここですね。ここになりました。はい、セロテープさん、貼っといてください。はい。ということで、同じね、大阪地方の2箇所がもう決まりました。で、そっからはね、そんなに意識しないでやっていければなと思います。
じゃあエントリーの若い順番で、次が四つ街道メス1番に、ここはギーさんが新潟ってとこであれですね、ガクさん、ザンゲーフ、トネガワ、キャミ、ギー、ケン、ヌマバイさん、まあバランスいいですね。さあ、さっさと。はい、ハートの3番。お、近いですね。近いですね。まあ、結局ね。はい、じゃあ、つどの次が、これなんて読むのこれ。なだれって他、なだれじゃ、この崩れるってなんて読むの他。毒ず、毒ず、土方画界でいいの？わかんない。これ草冠でしょ、実は萌えとかあったらどうしようかなと思ったんだけど。そうそうそう。じゃあ、これ、アッコ、バルログ、ロード、リュウ、ワニ、ケー、ホンダ、ニ、ミノム君、キャミン。はい、ダイヤの1番。いや、まだ組み合わせ決まんないですよ。当たり前だよ、と。当たり前だよ。じゃあ次、フリースタイル。ナイバー、チュンリー、仮面人、バルログ、水宮、エスケン、清水、DJ。濃いですね。さあ、このブロックかな。スペードの3。はい、スペードの3。はい、ここですね。スペさん。ということで、最後残ってしまった反省会も、くじ引くことなく、ダイヤの3番。ダイヤの3ですね。機械ガイル、トモリュウ、TFO、フェイロンにトモーザー。ここ強いよね。そうですね、ぶっちゃけ。いやさ、さっきトモくんがさ、髪型のせいがすげえな、急に大人びた感じになってさ、はあはあ、やっぱ結婚すると見て、なんか人間変わんのかな、みたいな。確かに。そう、ちょっとめでたい話なんだけどさ、いや、ほんとすごい、別人になってましたね。はい、じゃあこっからは普通にね、エントリー順番通りに残りポンポンポンと引いていければなと思います。はい、下じゃあ次、もう OK かな。もうそれ、ここが抜けたところ以外のくじが全部入ってます。ということで1番、エントリーナンバー1番、毎回ね、しのさんはね、だってしのさんがだってエントリー開始してっからね、特権だよね。助かります。エントリー発表と同時にエントリーしてくるから確かにずるいぞ、みたいな。いやでもその頑張りにね、報いてあげたい。ということで、しのほんだ太郎を破天荒イサジと。あ、今日イサジさん来てますね。平均年齢高えな。イサジ見てるか。ここ平均年齢高いか。まあまあまあ。はい。深いロボット。いや多分朝早そうだから早めのブロックで。ダイヤ。遅っ。まあ悪くはない。悪くはない。ダイヤの6。ダイヤの6。あ、そうですね。一回戦シードひどいね。一回戦シード。そうですね。勝ち上がればさっきの。そうですね、こんなアッコさん、ワニケイさんたちの、ロード君たちのところに当たる可能性があります。さあ次、メロンボックスから来ました。いや、メロンボックスから店の名前言っちゃった。店の名前言っちゃったよ。ヘイの地下から来ました。近藤バルログ、桜井龍、猪俣弟で、小田健。これは基盤のヘイですよ。地下じゃなくてヘイから来ただろ。確かに。さあ、どのブロックに。はい、ハートの6。ハートの6。あ、ここまたシード、お前な。いいじゃないですか。はい、シードですね。いいじゃないですか。いやいやいや、シードでシットも結局あれですね、組み合わせが決まる気配がしないですね。さあ次、120歳までやる、好きにしろと。勝手にやれと。黒いワン、ホンダ、ユーベガ、ベガ、大西、DJ、瀬尾、チンリー。いやー、かなりめんどくさいですね。まあまたですね、ユーベガ勝てなそうな微妙なチーム、プレイヤーとかチーム組みましたね。うまい立ち回りです。さあ、クラブの2。さあ、クラブの2。お前、ふざけんなよ。よーっ。さあ。いやー、めんどくせえの来たなー。これー、僕まだルール読んでないんですけど、ブロックから何チーム抜けるんですか？ 2 チームで。2チーム。そして、ルーザーズから1チーム？そう。さあ、次、ナンバー6、グッチ会。グッチ。鈴木、ザンゲフ、カーシム、ダルシム、ハナシー、フェイロン、グッチ、バイソン。グッチはバイソン。竜ではなく。補欠の鈴木さんも入ってますね。でもこれ鈴木くんがエントリーしてきたんだよ。さあ、多分雑用係。スペードの2枚、はい、まだ組み合わせ決まらないですね、ここ。はい、じゃあ似たようなところが埋まってくな。そうですね。ちゃんと切ってる。うん、多分。うまいことやってます。はい、次、南極2号、ユーズル、草、シャル、A4と。ここはあれですね、コメント上ですごい、ツイッターで醜い争いしてましたね。あ、ここは。草が大将固定とか、いや、ま、この前の日、唯一負けてるゆずるさんがやればいいんじゃないですか、みたいな感じで、醜いみたいな。なんかね、草さんがいるとゆずるさんがあんま強くないとか、ゆずるさんがいると草さんがあんま強くないとか。まあ、ぶっちゃけどっちも強くないでいいんじゃないですか。あ、残念ながら。じゃあ、二人で頑張ってください。さあ、南極2号ということで。まあ、正直強いよ、どっちも。
さあ、ハートの 5。お、そろそろ。まだ決まんない。まだ決まんない。当日。当日枠。いやー、当日抜けたところと、そう、このチームか。当日抜けた方が強いからね。ね。長田、はい、長田バルログとか入ってるチームと当たりますよ。あー、そうですな。俺、だって、曲のここ、長田正月結構嫌なんじゃないの？やりにくそうですね。うん。さあ次、ジャイリサ、初級者部屋、ハルキハル、エッサガット、モミジア、ダルシム、ルナ、キャミー、ポリポリ、リュウ。おー、いつもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、なんかね、優しめのところに入れてあげたい。ほんとかよ。優しい。ダイヤの5、当日枠じゃねえかよ。ね。優しめのところ。お前さ。いやいやいや。お前さ。ここ多分あれですよ。いやいや、ギルティー勢、ギルティー勢とか、北斗勢の、人とかの予選抜けた。そう、お前、さあ。いや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 。もういいですよ。全部セロテープが悪いんです。全部、まだ間に合いますよ。まだ間に合います。ジャイリサオンラインのLINE グループ、まあ僕も入ってますけど、もうセロテープのこと死ぬほど叩いてくださいね。いや、お前みたいな。大丈夫。ちょっと、はい、なんだっけ、サブスクかなんかで、人の金で焼き肉食ったみたいな感じの評判良くて、調子に乗ってるっぽいけど。はい、美味しかったです。うん、ありがとうございます。頭悪い文章だったな、あれ。笑っちゃったよ、途中で。何してんだ、こいつ。これ、ひどいです、本当に。いや、わかんないですよ。さあ、次、はい、ハートチップル。H アットダイゴス。これ、ごめんなさいね、前度ね、言おう思って言ってないんですけど、ツイッターのね、使用上ね、アットマークつけるとね、アットマークの後にアルファベットだとね、リップで飛んじゃうんだよね。なので、ね、できれば名前にアットマークは下げてほしい。そうですね、今回ツイッター上でもね、確か H コロン第5社に変わったと思うんだ。アットマークが使えないので、無理やり変えてましたが、できれば次回以降、アットマークはなしで。ネットでアットマークついてると、いろいろめんどくさいことになりがちなんで。よろしくお願いします。ということで、H 第5社ブランカ、エイリン、チュンリーでハイビギー、ガイルからキャラ替えしたハイビギー君がバイソン、はい、で、アヒロさんのエセイロン。さあ、ここがどこに行くのかな。よいしょ。スペイチ。スペイチの1。あ、ヨーアップ決まりました。グッチ界、ハードチップル。あー、これは。これ開幕試合です。開幕試合ですね。ハードチップルのグッチ界、決まりました。決まりました。さあ、次、名字勢。あー、これ。ブンチンフェイロン、坂本サガット、金子ガエル、川又龍。はい。お前、ブンチンだろうと。声文句も突っ込んでましたが、お前、いつから名字勢なんだと。違うだろうと。ここはね、近藤さんとかね、なんか。あー、確かに。倉橋くんとか、違う。あと、田村くんとかね。そうそう。いや、田村も違うわ。長田正月とかでよかったんじゃないかな、みたいな。スペヨン。はい、スペヨン。さあ、決まりましたね。フリースタイル。あ、苗場さん、仮面人さん、水宮くん、清水さんとこですね。これね、ちょっと、僕もね、これ、名字勢で、そう、坂部ってふうに、遠藤さんの時、目を疑ったんですよね。何言ってんだろ、こいつ。そんなやついたかなって。どうしちゃったのかな、みたいな。さあ、次。これまた、名前、嘘ばっかですね。さあ、ナンバー11。インモラリスト。インモラリスト。二回転バイソン、ヒデ、チュンリー、焼き鳥、ソーク、ペコ、SK、モラルない連中ばっかじゃん。モラルが一周して、どうこうしたっていうところですよね。モラルゼロだよ。さあ、じゃあ、なんか、いいとこに入れてあげたいですね。ダバ11。ここでもね、みんな当たりたくないと思うんだよね。ダイヤの2。ダイヤの2。あぶね、怖かった、今。さあ、ここですね。この、ガッコさん、ロードくん、ワニケイさん、ミノムくんのとこですね。ですね。あ、でもこれね、あれじゃないですか、ロードくん、2回転さんのこと好きだから。これは、キャラ当たり方によってはいけるんじゃないですか。そうですね。キャラ当たり方によっては。ワニケイさんが鍵ですね。ああ、そうだ、実際そうだね。それうまく使ってほしいです。うまく機能すればって感じですね。さあ、次。超人血盟軍と。これ。あ、筋肉マンネタの。そうですね。万学、剣、エモン、ホンダ、イデア、フェロン、シマッチョ、サガットということで。これ、木曜日の自腹切り配信チームですね。はいですね。はい、ここがどこに行くのかな。なんか、万学さん、差し入れとかないねえよ。ない。はい。じゃあ、この辺で。スペロク。あ、シードですね。シード。さあ。0回、1回戦突破。シード。おめでとうございます。いや、ここ怖えな。全く、なんか埋まってない。さあ、C まだ埋まってないですね。C 怖えんだけど、ここ。さあ、次。の、ナンバー14、フォーソードメン。ピロシ、ホンダ、マキリケン、グリグラフェイロン、コテサガット。まあ、ここはね、ここ、最近、まあ、若手って言ったら変だけども、すげえ頑張ってる連中じゃないですかね。そうですね。伸び盛りの人たちが。うん、じゃあ、その伸び盛りの人たちは、クラブの5。クラブの5。あ、シード枠ですね。
お、さあ、ゆうべ川側ですね。そうですね、これはまあ行い次第では、なんで行い120歳までが、なんで行いって、なんの行い、いやいや結構ね、日頃の行いも大事よ。さあ次、難病と戦うゲーマーを救いたい。ずいぶん重い重い問題にいって、まあ実際ね、ちょっとね、病気が重たいですよね。マサオさんがなんか、そうですね、そう、マサオくんとヌコ侍カメラ屋、カメラ屋キャビン、これちょっと注目ですよね。弱かったっす、フーリガンは出ないとないっす。だから僕 S キャミーを押したんですけどね。はい、めくりも多分しないですよね、あの人は。あ、めくりはやってきましたよ。やってきました、はい、お、でもめくれる機会がないと本人投げてました、ね、あ、まあ台足があんま強くないとかそういう、そうですね、転ばす機会が少なめ、中足払いチクチクで痛くないんだよ。で、ウミネコダルシムと、はい、ウミネコさんっていうのはカメラさんに R タイプを教えた師匠らしいです。あー、 R タイプ師匠含む、そうですね、あのおかげでカメラさんが R タイプ一周しましたからね。さあ、そのチームはハートの2、ハートの2、ガムシャラジャパン、きついなきついな、いや救いたい、これカメラさんが剣だったらな確かに。さあ次、いやーここ、いやこうさ、もうシーンすげー余ってる時にこういうの引きたくねえんだけど、はい、スキャリーモンスターズ、ノグチーバウラサソリリュウ、長州剣、バイパーホーク、ここはなかなかのもんですね。これセロさん、あれ腕の見せ所ですよ。どの辺がいいですか、どの辺先に言っといていただければ。いやいや C 以外で当たり前だろ。まあ、クラブの4ぐらいですよね。お前死ね、ちょっとこれだ。さあ、あー、ハートの4、よし、やっちゃった、よし、よし。さあ野口バルドグさん、いやここね、本当にガクさん見てるかねえだろうっていうか、まあ、あ、ガクさん、利根川、ギー、はい、沼、でもここ沼バイソン、まあね、名勝負が、いい勝負じゃねえかな、いい試合なんじゃないですか。もうガクさんもすげえ最近伸びて有権性すげえ上手くなってるし、そうですね。あ、ここはあれだね、熱いね。で、その後ここら辺で当たるっていうね。今完全に一言になったから熱いねとか言っちゃってる。いや、いい感じだね、完全に一言になったから。さあ次、オールドスタイル、ユー・ガイル、唐揚げ丸、エス・フォーク、ユリッチ・バイソン、武蔵小杉、ザンギ・ザンギフ。ユリッチ先生が出るの珍しくないですか。何気にここもね、めんどくさいよ何気にめんどくさい、普通に死んでくれる練習じゃないから、ね、武蔵小杉、ザンギもなかなかですからね。どこ、クラブ1、クラブの1。さあ、ゆうべが、これあれです、熱いですね。ヘイでやれって、お前ら。あ、確かに、ヘイでやりなさいよと。これここちょっといいですね。はい、ユリッチ、これ、はい、ここですね、こっち、ここ当たるので、ゆうべがチームとユリッチチーム。ユリッチ先生、マジで大会で見るの久しぶりなんで、ちょっと楽しみですね。ですね。あ、もう一個やべえのがいいんだな、ここもやべえな。さあ、21番。さあ、次、21番、島次郎会、篠丸エサガト、島君 DJ、隊長ザンゲフ、宮健、ここもまあ、平易勢かな。平易でやってること多いですね。さあ、じゃあ、ここ。ででん。クラブの4。あ、ようやく決まりましたね。さあ、篠丸、お前なんでエサガトなんだよ、竜じゃねえのかよ。篠丸エサガト、島君 DJ、隊長ザンゲフ、宮健。島君って方、僕ちょっとわかんないんですけど。ちょ、だりな、エサガトってあんた。さあ、いやー、ここ完全に怪しいね、悪魔に血を売り渡しましたね。パンツ履き替えんのはなしだろう。まあ、四天王枠がいなかった的な感じですかね。うん、さあ次、まあでもここ次、やる気出したなんかこれあれだね、なんだっけ、本気を出したミスター空手とかそういう感じのやる気出した中西、吉尾 S ホーク、S ホーク、中西ガイル、花丸木龍で、ベイビーナインベガ、まあこれはまあ花丸くんに龍使わせるためにあれですね、で中西もガイルが龍なんで、まあしょうがないところでしょうかね。吉尾が S ホーク、さあここがちょっとそろそろ C 埋めてほしいんだけど。ダイヤの4。ダイヤの4。いや、これね。いやー、来ちゃいましたね、これ。そもの道2。小高商店、創造、赤ブラ、玉。さあ、これが C に入るのか、A に入るのか。C か A かで、C がひどいグループか、まあ、まんべんなく、まあね、みたいな感じになるか、2択なんだけど、ちょっと。あー、できれば C に入れたいですね。お前死ねって、ほんとに。さあ、そもの道2。A か C か。さあ C に来たよ、バカかこいつ、天才本当に。さあここですね、いやこれきついね、ここね。じゃあ一応確認で残った1チームがスペードの5ですね。失礼しました、ちゃんと読まないと。スペードの5があ、ここはあれじゃないですか、 いわゆる大山ニュートンチーム。さあということで、
チームは決まり、チームというかトーナメント決まりましたね。そうですね、飛車角さん、吉木さん、S サガット、田中さん、キャミー、バイソン、若松、ザンギエフ、太平ガエルと。はいですね。これテレビ出演した人が2人いますよね。そう、これまあ、パッと見て、今も時間もね、あれなんで押してくので、それぞれのブロックで、まあ、1位抜け、2位抜けしそうなところ。あ、まず A ブロック。まあ、愚痴会と明治勢だね。ここ確かにですね。やっぱ他のところよりも、ちょっと頭1個、2個抜けてるかなと思います。そうですね。で、次、B ブロック。まあ、ここ、インモラリスト。モラリスト。モラリストと、まあ、でもここは結構わかんないですね。右側わかんないですね。右側ね、いやまあ言うてもね、機械とともくんとともざくん、まあ当日枠がどうなるかわからないからだけどね、まあ反省会とインモラ、今現時点ではインモラリストと反省会じゃないかな。そうですね、左側で C ブロック、これもうさ、ここはなかなか、何してんの、なかなかあれですね、外れがないブロックですね。お前ほんとさ、当たりだらけこれ。いやこれはないよ、なかなかの本当にデスブロック、これは、これでも、ほんとどこ来てもおかしくないぐらいの。これはやりすぎだよ。まあ、打倒に行くんだったとしたら、あれですね、まあ、120歳までやる、の、黒いワン、ゆうべが、大西、瀬尾のチームと、そもの道2、じゃないでしょうかね。あ、でもそうなりますね、こんだけのメンツがいると。まあ、いかんせんね、井の間君も、まあ、復帰戦、まあ、久々に。そうですね。やるの、プラス、まあ、KKY もね、ダルシムじゃなくてバイソン、うん、まあそこはあんま変わんないかなですけども、一応ねダルシムだったらほら小高のガイロにねぶつけるのができたかもしれないですからね。そうですね、いやー厳しいですな、ここどうすんのがいいんだろう。どうすんのがいいんだろう本当に。さあ皆さん自分の組み合わせを見て頭を悩ませてください。で D ブロックは、 D ブロックはガムジャパン、ガムジャパンありますね。あとスケアリーも、いや、スケアリーはね、ワンチャンね、この A4 が。ああ、まあそこも十分。A4。右はまあその。まあ、バイパーさんのホークに対してはその A4 のブランカーだと譲る DJ がいるのと、まあ、ここ結構嫌でしょうね。うん、まあでも右も本当に、一番の四つ街道もかなり強いんで。そうね、ここも、まあ、わかんないですね。うん、左はやっぱりガムジャパがちょっと抜けてるかなって感じはありますが、明らかにいけそうな感じですけどね。まあでもダブルエネミーなんでね、そうですね、サクッとどこが抜けるかっていうのはやっぱ難しいですね。うん、いやー結構偏りましたね。頑張りました、頑張りましたじゃねえだろう、まあほんと。まあでもいいんじゃないでしょうかね、年末締めくくのに楽しそうな感じの組み合わせ ですね。で、あとはここがね、そうですね、当日枠ですね。当日枠は一応ね、なんだっけな、紫のとこ、紫と、読みとあれもう当日になっちゃうんすか、うん、あそこは3人チームだったんで、1人足らず、で、あ、その1人、あれ、あそこってなんだっけ、読みの竜と紫のベガと、あとなんだっけ、なんでしたっけね、なんか、あ、入れてもらえばよかったな、新キャラが誰かいたんだよ。で、旧キャラ枠は、ポニー田村に決まったと。あ、もうそうなんですか？あそこはもう3人チームで事前、翌日の朝8時ぐらいに、の4人目は、一応、ヘルバトラーに決まりましたと。紫から LINE が来たんで。もうちょっと早ければじゃあ間に合ったけど。ちょっと遅かったねって話だけど。残念ながら。じゃあ当日は。あ、ハッフンか。ハッフン、キャミと、読み合いの竜と紫ベガ。はい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 。で、あ、ハッフンもあれなの？ポニー田村信者なの？それ目覚ました方がいいよ、ほんと。確かにね。そうですね、そこまで聞いてます。目覚ました方がいいよ。ポニー信者はね、あんま、じゃあ、割と、それはまあね、田村さんだったらね。まあ確かにね。まあとりあえずこれで。じゃあまあ、そこは割と当日予選。他は結局、まあ、あれですけど、事前じゃなくて、当日集まった方々で組む感じなん で、やっぱりチームワーク的なとこも含めて、そこはまあどっちかに入りそうな感じですね。そうだね、紫がねやっぱね、うん、ああそうですね、いやーこれ固まったなーっていう感じがするよね。まあ、今回もあれですね、最近 X の大会に多芸勢の方とかもちょろちょろこう出てきてくれたりして、小山ニュートンチームが出てくれるんですか。そうだね、結構いろんな風に集まってくれてるんで、あとオンラインの方とか、ね、そのジャイリーさんのとこの人とか、あとヘイの人とかもなかなかその大会出てくれる人が少なかったけど、もうヘイでチーム組んでくれたってのもなかなか、ヘイの地下から
まあ、なんせね、あれですよ、あのやっぱ事前エントリーで100人超えてやっぱ嬉しいですよね。そうそう、この、ルールが結構チーム組むのがめんどくさいから、うん、事前エントリーもなかなかね、はかどりがたい。ですね、今回事前エントリーも結局最後の1週間というか最後の3日4日間でボボッと、うん、一気に集まった感じだったんで、本当どうなることやらって思ってましたが、で、今日が、あの、そのフォックス全然野菜みたいな感じで、あの、四季、デイドアン四季さん今日お邪魔させてもらってますが、明日が、西日暮里。西日暮里バーサスですね。で、あの、全野菜。プラス、あの、TFO、シンガポールの TFO とラウール君のフェイロン流で小物道のイベントがあります。で、日曜日がフォックス本戦。本戦。で、あの、10時からオープンしてくれるはずなので、大地君が。10時からオープンしてくれるはずなので、あ、間違った。ここじゃねえや、デイトナじゃねえや。大山、大山。ニュートンで、ニュートンで10時オープンのあれですね、11時までに当日エントリー。で、12時、13時ぐらいまでには終わらして、で、2時から、スタートしたいと思います。今、ここにトーナメント表発表されてる全部で何チームだっけ、これ。これで7、7、7、7、7、7、まあ、当日がないから6時、24チーム。24。当日がないんで24チームじゃないですか。俺は26に見えるけど。え、なんだんで？あ、ここ入れて？あれ？ 6 時24でしょ。当日が抜けるから。あれ24だけだっけ？事前エントリーって。で、確かに96人かな。24か。で、あと、バラバラの人入れると100人超え。だこの24チームの 4×4 で96人。96人の方々は、とりあえず1時までに来ていただければ。まあ、のんびりで大丈夫ですね。1時までに参加、確認と。で、一番、そのチーム内で一番最初に来た人が、パンフレットと、参加費。一人一人、払っていただくと、ちょっと面倒くさくなってしまうので、まとめて。500円×4 で、そうですね。500×4 の2000円をお支払いしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、セロテープさんが、はい。やりました。やりました。C ブロック。やってくれました。おめでとう、Cブロック。さあ、あれですね、クレーム等は、セロテープ、そう、今コメント見えないのが残念なんですけどね。セロテープ 2X っていうアカウントに、死ぬほどリプとか、スパムとか飛ばせばいいんじゃないかなと思いますんで。当日なんかお礼のお菓子とか持ってきてくれて全然いいんで、セロテープさんありがとうございます助かりましたっつって。みんなで石投げましょう、石。はい。あれですね、甘いものでもしょっぱいものでもどっちでも僕いけるんで。酸いも甘いも。はい。噛み分けた男なんで。有吉か。さあ、ということで、今回のフォックスのくじ引き以上終了です。これはですね、今この状況になってますけども、後ほど、今晩中？いや、今晩中はきついな。明日までには、ちゃんと、画像を化して、ツイッターの方に上げますので、皆さんそれで改めて確認していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、はい。セロテープさんに、会ったら、そうですね。石投げましょうね、はい、みんなでね。遅めのクリスマスプレゼントお待ちしております。はい。お前がセロテープだな、みたいな。これだ！初めて見る人とかでも、はい、お前がセロテープだな、みたいな感じで。そうですね、いきなり、殴りかかって大丈夫だと思うので。はい。よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。残り2日間ですけど、明日、明後日お会いしましょう、ね。頑張りましょうね。よろしくお願いします。